はようございます、ジムです。今日は見てください、皆さん、この画面、なんと本日から雪が積もったんですよ。イエーイ。いや、これは嬉しすぎるし、テンションが爆上がる。昨日の夜ね、ジン無人と初雪がようやく降って、嬉しさのあまり緊急生配信を行ったんですけれど、その翌日にまさかこんなに積もるなんて。しかもね、見てこの快晴雲は出ているけど青い空がちらりと見えていて、ものすごくいい天気なんですよね。そして雪が積もったということは、あのイベントがある、さらに今年からの新アイテムもたくさんあるということで、チェックしていきましょう。いやー、雪が積もるとさ、島の景色が全然変わりますよね。うわ、すごい。おー、ちゃちゃまる。白い雪に白いちゃちゃまるが似合ってますね。こんにちは。テンション上げてるか、ピエン。いや、めっちゃ上がってる。雪って積もるとほんまにテンション上がるよね。今日は気持ちいいな。まさにトレーニング日和だぞ、ピエン。いや、寒さにも負けず頑張ってるな。いやー、本当に昨日とは全く別の島みたいにも見える。真っ白ですね。白い率の高さよ。あ、そしてもしかしてこれは、じゃじゃん、ハニワだ。昨日ね、雪が降ったことで次の日ハニワが2つ島に生えているみたいです。雪はね、雨と同じ扱いということで、フゴハニワ、フゴハニワめちゃくちゃ顔がくしゃくしゃになるんだけど、え、豚さんかと思ったらものすごい表情変化がある。フゴ、楽しい、この子こんな愉快な埴輪が手に入るのでね、ぜひみんなも雪が降った次の日は埴輪探しもやっていきましょう。さあさあ、島の変化をチェックしていくんですけど、おー、ロボくんもあったかい格好して雪の中お掃除ですか。偉いですねあるかな、島の変化。あれを探しています。あ、あったー。まず雪の中の新要素1つ目、雪の結晶です。これを取っていきたい。この辺りかな、ポンと。あ、やばい、なくなる。よし、取れた。じゃじゃーん。わー、雪の結晶だ。溶けないようにそっと触ろう。いや、雪の結晶を網で捕まえるなんて、なんてロマンチック。雪が降っている期間中、本日からは雪の結晶が島で浮いていることがあります。この結晶は何に使うかというと、同じく雪が降っている期間中、風船を撃ち落とすことで手に入れることができる雪の結晶シリーズ。こちらは既存のレシピは全部で8種類、そして新しく追加されるレシピがなんと2つもあるということで、今日はね、パチンコパチパチしていきたいと思ってます。ちなみにジム、去年全部手に入っているかと思いきや、そうではないですね足りない、なんてこったそれもね、入手できたらと思います。島巡りながら、風船待ちながら、雪の結晶を集めるというね、今日はね、それを頑張っていきたいと。よし、もみじのね、時にね、結構練習したので、雪の結晶手に入れるの上手くなってるかもしれん。どやそしてね、ジムね、気づいてしまった、大変なことに。これはね、すごいやらかしてしまったことがありますね、ジム。いや、本当にやらかしてる。あのですね、今日本当は雪だるまが作れるようになるはずなんですけれど、ジム人と雪だるまの玉ができるスペースが全くないせいで、今日雪だるま作れないかもしれない。え、どうしよう、めちゃくちゃショックなんだけど。やらかした。あ、風船、黄緑、頼む。こんな落ち込んでいるジムにレシピをください。じゃじゃじゃん。ノーカラーコートちゃうねん。え、待って、本当にないかもしれない。やらかした。昨日のうちに島を少し壊しておくべきだった。ない、ない、雪玉がどこにもない。このぐらいのスペースでもできないんだね。うわ、ドレミちゃんとジャックが、社長がデートしてるけど、雪玉はない。嘘だろう。みんな気をつけて、雪の期間中は必ずね、雪だるま作ろうのスペースを用意しないとだ。ちょっと今日用意しよう。明日作ろう。リベンジ。ででーん。そして、雪の結晶をゲットしたら、雪の結晶発見キャンペーンもクリアしました。そしてその隣に、うおー、雪遊びを楽しもう雪だるま作りキャンペーンがあるんだけれど、雪玉がない。つらい。たぬきマイレージプラスが煽ってくる。フランソワちゃんの歌声がしみる。うわー、雪景色はほんまにテンションが上がるんだけれど、社長のお家周りの雪景色見るのは初めてなんですけれど、紫と白のコントラストがめちゃくちゃ綺麗で、テンション上がるんだけれど、雪玉はやっぱりないぞ。これはピンチ。チャック君とペーター君のお家周りの雪景色も、
めちゃくちゃ綺麗なんだけど、ヒイラギに積もる雪が本当にテンションが上がるんだけれど、雪玉がないぞ。雪景色の中頼むマスターのあったかいコーヒーは格別なんだけど、雪玉がないぞ。うわー、やらかした、本当にやらかした。今日めちゃくちゃ楽しみにしてたのに。ということで、今から島の一部を壊そうかなと思います。どこ壊そう。雪だるまスペースを作るために、やっぱここかな。春のスペース、このイースターの期間にね、イースターの新家具を使ってお花見スペースを作ったんですけれど、まあもうここしかないかな。壊すとこ、あ、レシピボトル、ででん、葉っぱ、葉っぱって何、しかも覚えた、葉っぱ、葉っぱを DIY できるってどういうこと。おお、口に加えるやつか。これ既存なような気がするけど、持ってなかった、やった。じゃあこの辺の雑草でもつまんで、あ、こっち壊そうかな。ここさ、何もしてない石が集まっているスペースなので、石を思いっきり壊して、この地面を剥げば雪だるま作成スペースができるかも。倉庫からブドウジュースとリンゴジュースを取り出して、ブドウジュースをこの雪の中でごくごくと飲みまして、おいしい、おいしい、めっちゃおいしい。そしてパワーを貯めてこの石を壊します。えいえい、リンゴジュースをおかわりして、えい、拾って草地、あ、そう、島クリエイターのこのね、草地のところも雪だから真っ白になるんですよね。この変化すごい細かい。そしてここの道を剥いでおきます。ということで、みんなも雪玉が必要になるスペース、多分ね、このぐらいの幅があったら雪玉2つこの辺にできるんじゃないかなと思うので、ぜひね、島クリでたくさん道とか作っちゃっている人は、この雪の期間中だけでも雪玉が発生するスペースを作るようにしていきましょう。いやー、このやらかしはなかなかやらかしいなんで昨日の時点で気づかなかったんだろう。明日雪玉作るぞってすごい気合い入れてたのに。ということで、雪だるま作ろうの動画は明日ね、撮影しようと思います。よかったら皆さんチャンネル登録をして、明日の動画も見に来てください。ちゃんと作ります、美しいの作りますよし、このぐらいのスペースでリベンジしていきたいと思います。明日ちゃんと雪玉できますように。葉っぱ作ってみた、じゃじゃん。うわ、なんか生かしとるなチッパチャップス舐めてる人みたいすごいな、口どこに刺さってるんだろうって感じだ。いいね、風船チャレンジ緑だ、いいぞ、パチン。さあ、レシピを来い、じゃじゃじゃん。レースのソックス、なんでやねん。ちょっと先にさ、パニーの島が雪積もっているか見てきていい？それが気になってたんですよ。あ、雪積もってる、ちゃんと。でもみんな服装は変わんないねうおー、雪だー、うおー、すごい。ちゃんとさ、カートの上、キャンピングカーの上にも雪積もってるんだけど、わ、すごい細かい。でもみんなやっぱ寒そうだね。あー、ことぶきさん、久々。ずっとね、どんどんぐりに乗っ取られてたからね。でもどんどんぐりさんともお別れもちゃんとしたし、ことぶきさん、これからよろしくね。うわー、積もってる、積もってる。楽しい、これ。この辺からカメラ起動したら、いいね、雪のパニーの島も。雪の中でのキャンプファイヤーとかさ、最高すぎません？いやー、やっぱり雪は全くね、雰囲気が変わるから、ほんまにテンションが上がりますね。やっほー。ことぶきさんも挨拶をしていくと、いや、素晴らしい。わあ、エイブルシスターズ周りも赤と茶色と白のコントラストがめっちゃ綺麗。ここさりげなく一番好きかもしれない。色がね、派手でテンション上がる。雪の結晶ゲット。ででーん。雪の結晶はさ、音でもわかるのがいいよね。キラリンっていう音で、そこにあることがわかるけど、逃した。チーン。ででーん。こう、風船待ってる間に、どんどん雪の結晶集めていくのが良さそう。雪の結晶かと思ったら、モンシロチョウであることあるんだけどみんなわかる？この気持ち間違える。ちなみに今日のたぬき商店は、おー、新しいのいっぱいあるぞ。まずこれがポップコーンセット、映画館で必ず買うやつ、820円妥当な値段。いいね。何これ、ダストコーナー、これも映画館にあるやつやん
今日はなぜか映画館セットを買いました。これは映画行けってことかな。木の結晶ポンと置いてみると結構可愛くないですか。普通に飾るだけでもしまくりにも使えそうな感じが素晴らしい。雪だるま作りたかったサムネ用にパシャリ。悲しい。風船パチン来い。あ、来ました。新しいレシピ、氷の柵。これで柵がたくさん揃った。新作のうちの一つですね。イエーイ、一番欲しかったやつこれ作ろう。早速氷の柵ニュー。雪の結晶5個で作れる。あ、ちょうどぴったり作れますね。やったね。5個で10個の柵ができます。これ立ててみよう。じゃあちょっとこのあたり失礼して。うわー綺麗、すごいピカピカやない。ここもちょっと乗っけて繋げてみよう。おー、つなげるとより一層さ、ツヤツヤ感が良いし、柵もね、ちゃんとね、雪が積もるので、いや、これはしまくりに使いたい。幻想的なエリアとかも作れそう。で、さらにこの柵もしかすると、リメイクできちゃうんじゃないでしょうか。うわ、できます。氷の柵のリメイクは、アイス、アイスブルー、アイスピンク、アイスイエロー、アイスオレンジ、アイスグリーン、そしてアイスパープルと、なんと、氷家具と同じく、7色にもリメイクできるんだね。これは嬉しい。じゃあ、アイスイエローにしてみようかな。ででーん。これをここに挟んでみる。ポン。あ、綺麗。色味めちゃくちゃ綺麗じゃない？そしてね、柵はリメイクすると、隣同士が繋がらなくなるんですけれど、氷の柵、こういう置き方かなりいい気がしますね。こうやって色違いを交互に置く置き方も、他の柵ほど繋ぎ目が違和感がないので、ありよりのありかもしれない。これは素晴らしい。いや、本当に綺麗だな。なんか派手だからさ、あんまり使えないかなと思ったけれど、この使い方すごい好きかも。雪だるま家具はね、明日紹介するとして、先にね、氷家具を紹介しておくと、雪の結晶のリース、これ住民さんにプレゼントしてさ、ドアプレートとしても飾ってもらいたいアイテムだよね。氷山の壁、壁紙、スノーフレークの壁紙、グラデーションが綺麗。雪の降る壁、これすごくね、愛用するので、絶対入手してほしい一品。窓の奥に雪が降ってていいんですよね。ゲレンデの床、ちゃんとさ、ゲレンデらしく、足跡や雪のスキーの跡が残ってるんだね、細かい。で、ジムが持ってないけれど、ゲレンデの壁もね、あるみたいです。流氷の床、氷の中を水が流れている。これすごない。そして、スノーフレークポシェット。これめちゃくちゃ可愛い。あと一個ね、新アイテムがあるはずなんだけど、もう少しだけ待ってみる。風船来た。さあ、新しいのゲットできるか。パチン。今日これ最後にしよう。じゃじゃん。氷山の壁。お、覚えてた。いやー、レシピね、集めるのね、結構ね、被っていくので、すごく困難なんですけれど、ぜひね、一緒に頑張っていきましょう。ということで、よかったら明日の動画も見に来てもらえるよう、チャンネル登録と高評価ボタンのポチリをしてもらえると嬉しいです。いや、とにかくでも雪はほんまにテンションが上がっているので、これから雪景色の集まりも一緒に楽しんでいきましょう。それでは、ジンムでした。バイバイ。